K-POP メドレーについてインタビューしてみましょう。このメドレーを演目に入れた理由を教えてください。ベートーベンのピアノトリオに街の歌っていうのがあって、それは当時流行ってた流行歌をその曲の中のメロディーに組み込んでって曲があるんですよね。それと同じことをしようと思って。クラシック音楽では巷の流行歌を楽曲に取り入れることを柔軟に行っていました。ベートーベンが27歳の頃、演奏の文化が民衆へと広まり始めたことをきっかけに、当時の流行のオペラを取り入れた変奏曲、ピアノ三重奏第4番、街の歌を作曲します。4曲入ってましたけども、まあ、どれも知らないって人は、まあ、この動画見てくれてる人で、どの曲も知らなかったって人は多分あんまりいないと思うんですけども、まあ、なるべくその広い範囲で、曲を選曲してみて、まずは安室奈美恵さんと星野源さんと、あと、B’z さんでいいのかしらと、あと、市川さゆりさん、だからもうどの年齢層の人が聴いてもどっかにハマってるだろうと思って作ってます。津軽海峡冬景色のアレンジもとても馴染んでいましたね。まあ、あれこそ、その今回その割とテーマにしてあるその、まあ、バロックのスタイル、古い時代 の、 その舞曲で、まあ、ああいう三拍子系の、あの、なんだろう、ダッカダッカダカダタッタっていう早めのジーグっていう舞曲をのスタイルを模してアレンジというか、まあ作りました。一番こだわったのはウルトラソウルの最後 の、 あのニュアンス、 あまりこうウルトラソウルといかずに弾いていくウルトラソウルっていうのが結構こだわってましたね、ボーイングとかね、はい、